プレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。はい、皆さんこんにちは、伊藤圭介です。はい、こんにちは、浜松の皆さんこんにちは、平野大作です。いつも同じじゃないですか、浜松の皆さんっていうの。はい、ということで、伊藤圭介のヘイウエスタン、はい、今週、まあ、今日3月29日金曜日はですね、第5金曜日ということで、公開生放送と。本当ですか？いうことなんですよ。これは生なんですね。生ですよ、はい、いつも違うんだけど。で、煙鉄新浜松へ行く前のアッポンスタジオにやってきております、はい、やってきました、はい。そしてゲストは、はい、やっぱりこう公開なので、うん、まあ、美しい方をというもちろん選ばせていただきました。もちろんですよ。早く紹介しろということ、はいはい。シンガーソングライターよっさんです。こんにちは、はい、こんにちは。嬉しいです、そんな褒めていただいて。やったやった。こんにちは、お願いします。お願いします。前はね、はい、よっさんには、例のよくわからない番組、伊藤圭介のスケスケスケルトンという番組ですけども、よくわかんなくないですよ。とっても楽しい番組です。楽しかった。ちょっとこう着物っていうか、そう、着させてもらって、ハッピーなのやつとかさ、はい、そうなんですよ、とっても似合っちゃって。いやもうあれ聞いてグランドピアノで弾き語りしたいなって思えるくらい、うん、すごい思ってました。で、あの時は残念ながらスタジオでの収録だったんです、うん、あ、そっか、はいはい、ではなかったんですね。そうなんですよ。ではなかったんですよ、はいはい、そう。それでですね、はい、実は今日はですね、で、もうオープニング終わっちゃうかね。終わりそうです。ということで、この番組は浜松豊橋のおはやさん、花風車ソイルフラワーズの提供でお送りします。ソイルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。なんか興奮してですね、何も時計を見ないでオープニングやったもんですから、すみません、すごいですね、話が中途半端になってしまいましたけども。でも勘でなんとかなりましたね。勘でね、勘でパッと見たらちょうどいいなみたいな感じでしたけども、時間だけは、はい、さすがです。はい、それで、はい、今話をしたのは、前にね、スケスケスケルトンにですね、うん、よっさんにゲストで来ていただいたっていうことでしたけど、はい、その時の、うん、私のパートナーですか。はい、はい、住みたいのおしんちゃん、うん、はい、はいはい、メールいただいております。おお、はい、おしんちゃんさんから。はい、おしんちゃんさん、おしんちゃんさん、さんはいらない、敬意を表してもう、おしんでいいぐらいですけど。ダメダメ、十分十分、はい、ダメ、うん、祭り住みたいのおしんちゃんでございます、はい、ゲストがよっさんってことでついメッセージしてしまいました。嬉しい。だって何も言ってこないもんね、普段、ね、あれ普段何も言ってこない。おかしいな。よっさん来るんで、ね、送ってきてくれてですね、うん、はい、毎日よっさんのカレンダーを見て癒されております。嬉しい。素敵なよっさんにお花のプレゼントをお願いいたします。あれ何あれということで、これがですね、はい、まあ、大作さんのにということでしょ。この番組でお花のプレゼントコーナーっていうのがあるんですよ。あら素敵ですね。でリスナーさんから、うんうん、メールいただいて、はい、お花プレゼントしますよってコーナーがあるんですけど、はい、そこにおしんちゃんが応募してきたというね、うん、あらまあ、そうです、買いなさいよ、今日は嬉しい、お金を払って買いなさいよ。でしんちゃん ね、そうだよね、番組を利用してるよ ね、あれしんちゃん、しかもよっさんにプレゼントするのにさ、うん、そういうところを利用してるね、かわいい、はい、ということで、はい、嬉しい、お花をですね今日持ってきましたので、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、とっても本当春色だ。そうですね、春のお花で ねまとめてみましたんで、はい、とっても柔らかなお色で、ちょっとお花をこちら見せて、はい、ちょっと写真撮りますから、ここで撮んの、ここで生放送中に、すべて生、はい、面白い、ということで、はい、はい、素晴らしい、というわけでおしんちゃんありがとうございます。おしんちゃんありがとうございます。とても嬉しいです。ということで、ぜひまた花風車ソイルフラワーズを、うん、ラジオ機の皆さんもご利用いただければ、ね、と言ってる間ですよ。とっても可愛い。この間行ってきた人がいて、はいはいはい、三代目恋するエルニーニョさんがですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、圭介さん大作さんこんにちは、この間の土曜日に花風車さんに行って大作さんに会ってきました、うん、びっくりしたよ。あったんだ、あった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 んだ、うん、本物の大作さんは色白 で本物も偽物もないから何本物の大作さんは色白でお肌ツルツルでシュッとしていて、うん、想像以上のイケメンでした、かっこ笑い、うん、なんで笑うよ、はい、わかんないけど、ね、ちょうど僕の大好きな絵本の店、うん、キルヤのご主人星野のり子さんの誕生日が、うん、
今月だったので花束を作ってもらいましたということなんですね。はい、で、うん、あの花束私に、行って、うん、まあ、3月4日が誕生日だったということで、はい、うん、で、まあ、ちょっと過ぎたけども喜んでいただけましたということで、花風車の皆さんありがとうございましたと。ありがとうございます、こちらこそですね、うん、はい、で、キル屋さんで、ケイスケさんにそっくりな絵本を見つけました。何回見てもケイスケさんにしか見えないので、大作さん見てみてください。これこの表紙、この絵がそっくりってこと、ね、いや、これが僕に似てるっていうことなの。あ、結構似てるかもしれない、似てるかもしれない形がね、うん、形がね、いや、うん、若い頃はこんな感じでした。ああ、絵本だからこの人子供な、子供なんですよね。まあ、まあそうですよね、そう、そうですよね。今日ここだから見えるかな、見えるかな、こんな、うん、こんなです、うん、はい、ということで、あの放送が終わった後にね、ちょっと経ったら動画がまた上がると思います。そうですね、今日はすぐ上がらないかもしれないけども、すぐは無理、はい、うん、確かに、ということで、そんな絵本もですね、わざわざいただきました。素敵、送っていただいて、ね、あの時好きになったよという、あら、読んでみたい、なかなか素敵な、ね、ね、作品ですよね、うん、はい、ということで、ありがとうございます。なんかありがとうございます。いろいろキルヤさんの地図とかにあるから地図まで書いてくれて、本当に、はい、エルニーニョさんありがとうございます。ありがとうございます、はい、ね、おしんちゃんもありがとうございました。おしんちゃんありがとうございます嬉しいぞ、はい、ということで今日のゲスト、シンガーソングライターよっさん、はい、うん、今東京に、そうです、拠点を去年から実は移してまして、ね、そうなんですよ、東京暮らしが多いということ、うん、そうです。でも、あの静岡でお仕事の時もたくさんやっぱいただくので、はい、そのタイミングで戻ってきてっていう感じなので、まあ3分の2ぐらいが東京で、はい、今3分の1ぐらい静岡割合ぐらいですかね。へー、結構あの某、うん、あのラジオね、うん、あ、某某ラジオ、某ラジオね、そうですね、私はそこの OB ですけど、そうそう、どこだろうな、そうです、某ね、どこだかよくわからん、お世話になっております某、ね、ラジオも、ね、出てらっしゃって、はい、そうなんです。で、東京はどのあたりに住んでるんですか。東京はバンチュアイですよ、バンチュアイ北区の方です。あ、北区の方、はい、あ、王子とかそうです、そういうあっちです。そう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 、王子からだとね、あの地下鉄でそのまま六本木まで行けるからね。あ、そうですね、六本木だから王子って言ってるわけじゃないですよ。うん、王子ではないですけど、北区だっていっぱいあるから、まあそれぐらいまでいいんじゃないですか。北区の方です、うんうん、方ってことにしておきます、方方ということで、じゃあそちらの方に、うんうん、住んで東京近辺のお仕事を3分の2、はい、そうですね。でもそう、あの、うん、まだまだそれががっつりとしたこうお仕事になっていくってよりかは、まあ、私無鉄砲でしかないので、東京でとにかくこう自分の音楽やれる幅を広げて、うん、挑戦を半分と、はい、まあ、もちろんお仕事になっていかなきゃ困るのでっていうところもありますけど、はい、うん、そういう形でちょっと去年から頑張って開拓中です、うん、はい、開拓中、そうなんです、そうなんですか、はい、うんうん、東京歩いてても目立つと思いますけどね、さすがにね、あの銀座ら辺に、うん、やっぱ金曜日にいるとちょっと いろんなスカウトがいてた、うん、そうそう、いろんなスカウトつってもね、ちょっといろんなお店、ね、いろんな、そういろんなスカウトがあるので、うん、もうまあまあ大人の年齢になってきてるんですけど、大丈夫なのかなっていう、まあ、逆に東京はあれでしょうね、いろいろあるんでしょうね、あ、いろいろあるさっきいろいろしか言ってませんけどちょっと未成年に近い人をスカウトする人いるから、そう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 、はいはいはい、逆に大人な人が必要な場所もあるんでしょうね、うん、あ、なるほどね、そうですか、そうそうそう、あんまついていかないようにしてください大丈夫、もうパシッと切って、バシッと切ってすいませんって言ってね、なるほど、ダメだね、そんなスカウトしちゃう、ねえねえ、知らないのかって言っていやいや何を、でも東京じゃもう全然、もう静岡でもまだ全然ですけどいやいや、そうなんです、ね、うん、結構まあ、シンガーソングライターということで、はい、まあ、主にでもピアノというか、まあ、鍵盤が多いと思うんですけども、はい、で、まあ、それで作ってるっていうことでしょ、そうです、はい、うん、かなりそういうのがやっぱり多くて、うん、で最近はその東京も特にそういうお話が多いんですけど、うん、あの企業様と、うん、あのいろんなコラボをさせてもらって、うん、企業様のテーマソングであるとか、うん、はいはい、うん、そういうものをやっぱ作っていくっていうところがちょっと増えてきまして、なるほど、いいですね、ありがたいですね、でピアノってやっぱりいろんな表現ができる楽器なので、はいはい、うん、なんかそこはやっぱ強みとしてやってきてよかったなって、うん、はい、うん、思います。で今日はね、はい、まあ、まずまず1曲目いきたいなと、はい、そうですね、ありがとうございます。で、はい、あのよしさん CD 持ってきてくれて、はい、でこの中から3曲選んでください、はい、ですね、選んでもらって1曲目が、はい、
別にこんなこと言わなくてもいいんじゃないっていうタイトルじゃん。何ですか？綺麗にならなくちゃ。綺麗な、綺麗だろって言って。ちゃうねんですよ。なんで欲張りだな。欲張りだね。そんなそういうじゃない。欲張りな。よしちゃんの曲を聴いてください。綺麗にならなくちゃ。はい、1曲目よしさんで綺麗にならなくちゃ。うん、はい、いいですね。いやいや、ありがとうございます。こうやって、まあ、女性の気持ちを歌うようなものというのは結構多いのかな、うん、そう、このね、うん、今回出している一番新しいアルバムに関しては、うん、ちょっとそういう目線のものをたくさん集めていて、うんうんうん、でもっとね元気なのもたくさん出してるんですけどね、はいはいはい、そうで今回はあの本当バイオリンとピアノとギターっていう生楽器のみで歌を載せるっていうアルバムに今回していて、なるほどね。そうなんです。いろんなちょっとチャンネルはあるんですけど、今回はちょっとこっちバージョン。そうなんです。かっこいいな。でかっこよくないです。でもありがとうございます。これやっぱり詩はどんな時にこう書いたりするんですか？はい、私一番多いのは映画をやっぱり見たり、小説をあの読んだ後にドワって出てきたりだとか、はい、であと本当になんかこう作ろう作ろうって思ってると出てこなくて、あ、はいはい、どっちかっていうともう自分をこう解放してる状況で、例えば今日みたいに少し春なのでちょっと霞んでますけど、はい、外でこう少しぼんやり空見てるぐらい時の方がわーって降りてきます、ね、降りてくる、よく降りてくるって言葉使いますからね。皆さんね、皆さん使われますよね。そういうもんなんだね、やっぱり作ろう作ろうっていうのは逆にうまくはいかないっていう、はい、そう、私はそうですね、うん、でなんかこう作らなきゃと思って根詰めて映画を見たりとかもしませんね。なんかもう逆に見て、うん、あのいつそれがいつ出てくるかはちょっとわからないぐらいな、どれだけなので日常の中でたくさんインプットしておくかっていうことの方が、なるほど、ね、半年後ぐらいにそれが詩になって出てくるとか、うん、なるほど、あんまり別に無理しない自然体のままなんだけど、はい、まあ、ぼーっと生きてるわけじゃないっていう。普通に考えるとぼーっと生きてる感じとかするんですけどね。でもそれがなんかうまいことこうろ過されて自分の中で、うんうんうん、でなんか作品になって出てくるっていうか、そうなんだ、なんかそういう感じはあります。僕もそんな感じですね。何がろ過されるの？ろ過されて、何がろ過されて、ろ過されてこういう美しいお花がね、降りてくるの、降りてくるの、だってそうですよね、うん、やっぱだってちゃんとバランスであったりだとか、うん、色の組み合わせであったりだとかって感性ですからね、うんうん、ね、うん、そうなんですよ。ほらアーティスト同士になってきた、ね、同士がアーティスト同士の会話。最近は若い社員に任せることも多いって言うじゃん。いや、ほぼ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 というか全部任せてますよ。でもそれも大事ですもんね、うん、いや若い人のセンスっていうのを大事にしてあげるっていうことも ね、まあ、ね、社長大事だよ。そうですね、はい、確かに。でさっき、本当お花をね、はい、くださった、はい、おしんちゃん、はいはいはい、とこの住田屋さんのシシマルくんもなのか来てる。今日見に来てくださってる、うん、嬉しい。もうここの半年ぐらい一回も会ったことないよ俺。あ、久しぶりだよね。久しぶりな感じで、うん、久しぶりだよ。今大変近くまで来てくださって、本当だ、怖い怖い、ちょっと近くまで来ると怖い。近くまで来ても遠い国に見えるけど。はい、でまたメールをいただいてますが、圭介、はい、さん、大作さん、よしさん、こんにちは、ご無沙汰です。はい、決算でバタバタしてる最中に午後から、有給取得して今回も来ちゃいました。あら、うん、で毎回この方はですね、うん、ラジオネームハトポッポさん、あ、ハトポッポさん、ありがとうございます。はい、いつも有給を取って、そうですね、毎回ね、一日取れない時は半日有給みたいなの取って、うん、ここに来てくださって、来てくれるんですよ。で今写真もね、うん、撮ってくださって、今撮った写真もすぐにもう送ってくださってる、うん、ちょっと印刷してみました。なんて仕事が早いのかしら、ねえ、うん、なんか僕がヘラヘラしてる顔をするありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ね、会社関係の人に発見報告がいかないことを祈ります。あ、そうね、そうね、大丈夫、うん、見られてない、大丈夫だよね。でここで喋っても別にあのラジオネームで喋ってるので、そうそうそう、大丈夫ね、うんうん、今回初めて生のよっさんを拝見しましたが、はい、お美しいですね。ありがとうございます、嬉しいわ、うん、あ、そうですよ、だって、うん、今でも綺麗にならなくちゃって言ってるね
そうだよ。だからどうなっちゃうの？磨きをかけてる。違う。今東京人としても磨きをかけてる、ね。全然。やっぱあの愛する静岡を外から見るとどう思うのかなっていう気もあって出てるので。そうだね。そうそう、もう余計静岡愛が増してる。うん、です。お家は焼津じゃないですか、うん。そうです。実家は焼津ですね。静岡県の焼津市です。で学校はまあ大学静岡だったんで、うん、はい、でまあそこでいろいろ。まあ、大学の時も音楽の勉強ずっとしたわけだからね。そうです、教員勉強。音楽の先生だね。そうです、そうだね、小中高を持ってるので。あ、高校まで小中高の音楽の先生。はい、まあ、免許は取ってるので学校関係もいろいろ。で時々だって学校に行ってますよね、うん、そうです、講演をお願いしていただいて、うん、でも講演だけじゃつまんないので、うん、あの子供巻き込んでライブをしながらの講演っていう、うん、なるほどね、はい、授業もやって、うん、だからまあそういう子供とか、はい、そういう人子たち好きなんだよね、うん、そうです、ね、もう本当になんか、うん、なんて言うんでしょうね、その人のためになれることを音楽を介してしていきたいので、うん、あの子どもたちのそういう夢とか、うん、まあ、別に夢持ってなくても当然いいんですけど、うん、でなんかそういうちょっとエンジンになるような一つきっかけができれば嬉しいですよね、やっぱり、うん、僕は高校の時に教育実習に来てほしかった。本当ですね。本当ですよ。いや、いや、どういう高校生はでも難しいですけどね、大人だからね、みんなやる気を出せるのか。でも高校もね行ってきましたよ、この間母校の島田高校の100周年の記念講話、はいはいはい、高校生もでもやっぱ可愛かったです。可愛かった、うん、もう検証になるぐらいサイン書きました。もうすごい。すごいな。すごい、さすが。ダーッと並んでくれて、そう、うん、かわいいですね。まあ、高校は島田高校でしょ、はい、うち焼津でしょ、はい、でね、あの藤枝なんか結構音楽活動いっぱいライブとかあるから、うん、そうですね、ね、そこでも随分やってますよね、はい、そうです、そうです、そういう意味ではあの志田地区、はい、あのあたりラーメン屋さんが多い志田地区って。それは知らないけど。そうなんですか。うん、そうだよ、で そこでもう大活躍、大活躍。全然もっとね、もうエリアに広げていかないといけないですもんね。すいません、ちょっとなんか東京のこと言ってて急にしだし急にない。俺が狭めてしまいました。そこは大事、ね。まあそこがね、元なのでね、元なんでね。そうそうそう。そう。そう。まあでも本当に3分の1はね静岡で今もね、はい、やってらっしゃるから、うん、ね、静岡でのライブとかもやっぱり結構多いですよね、やっぱり、うんうん、どうしても静岡はすごく多いので呼んでもらって、うん、とてもありがたいです、ね、うん、前はね、あの浜北特別支援学校でも夏祭り、はい、お邪魔させていただきまして、ね、うん、はい、ありがとうございます。いやたまたまうちの長男がそこにいたんで、うん、そうです、そうです、ね、その係だったんでなんか、はい、なんか、うん、歌わせていただいて、そうです、いやー、いいな、すごいな、うん、そう、だから子供たちもやっぱりすごく喜んでくれて、でよしちゃんもこういろいろそのみんなが知っている、はい、あの歌、はい、でまあ特別支援学校だと小学生も中学生もいたりするわけじゃん、年代あるから高校までね、はい、でそういう年代にも合わせながら選曲をしてくれて、あ、歌う曲もね、うん、そうですね、優しいなって思って、いやいや、はい、とんでもない、うん、とんでもないです、ね、そうで、まあちょっとまたメールに行こうかな、はい、だけ詰まるもんで、はい、すいません、はい、ケイスケさん、大作さん、ゲストのヨスさん、こんにちは。こんにちは。今日は公開生放送ということで楽しみにしていましたというのは、はい、清水区の、山川砂防の妹さん、あ、いつもありがとうございます、はいはい、そして今そちらの方にいらっしゃると思うんですけども、はい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 、来てくれてます。こんにちは、はい、小中高校、あ、ここ書いてある、やっぱり、うん、小中高等学校の音楽の一種免許を持っているヨスさんですが、はい、あ、ありがとうございます、はい、すごいね、すごい調べてくださった、うん、ね、ありがとうございます、はい、何も指定してなかったんですよ、ね、うまい具合に、うん、もし学校の先生になっていたら、はい、どんな先生になっていたと思いますか。自分でか、うん、そうですね、私でもその本当にこう自分で公園によく行くときに、うん、逆にそこにいらっしゃる中学校高校の先生方に、うんうん、まあ、先生方も多分ねちょっと気を使ってくださって、もう本当に先生になってほしかったって言ってくださることもたくさんあるんですけど、うんうん、はい、私でもきっとね結構生意気なところがあるのでちゃんと馴染めるかどうかっていうのは分からないですけど、うん、学校の先生の中で、うん、でもどっちかっていうとその子どもたちの、うん、立場に立った、うんうん、その要は本音で向き合うっていうことのできる先生の一人にはなってみたかったなとは思いますね。それは綺麗事だけで物事を片付ける人にはならないような先生になりたかったかなって思いますね。難しいことですよ、ね、すごい難しいですけど、まあ、実際にやるとまたね、そうそうそう、音楽の金八先生だ、おっぱち先生だね、髪の毛や、そう
ねえ、うん、であだから今ね山川サボの妹さんも、はい、私は小学生の時にピアノを習っていましたが、うん、黄色のバイエル74番で挫折ピアノは買ってもらえなかったのでオルガンで練習してみましたっていうことなんですね。そう、はいはいはい、やっぱりねなんお楽器って結構挫折っていっぱい あ,、うん、あると思うんですよね。うん、やっぱりギター弾いてて手が痛くてチッとか、うん、そういうのあるし、ね、うん、だからただピアノって、うん、結構やっぱ指が長い方がいいとかいろいろ言われたりするんだけど、ありますけど、でもやっぱピアノそれこそやっぱバイエルもそうですし、うん、だんだんこう課題曲が難しくなってくると、うん、面白くなくなっちゃう時期が来るんですよね。あ、そうなんだ。そう、音楽の街だからねたくさん話したいぐらいですけど、そうやっぱつまんないなって、その要は世の中に溢れている曲をやりたくなっちゃう時期が多分来るんですよね、うん、特に小学校高学年になってくると、うん、なるほどね、流行ってる曲やりたい、ね、はいはい、これが弾けたらみんなにかっこいいと思われるかもって気持ちが芽生えてくるんですけど、でも実際ピアノ習ってればそういうやっぱクラシックの基礎練習っていうものがどうしてもあるので、でもそれって先生面白くないですよね、やってて。そうなんですね。そうだったんですか。ものすごくありました。やっぱ 3、4冊そのバーナムピアノテクニックとかそういういろんなこう基礎練習のばっかやってたので、ハノンとかで、もうそれは面白くなさすぎて。でもあれでした、やっぱそのカラオケに行くのもお金がかかっちゃうし、うん、でも歌が好きだしって思って、はい、あのいつの間にかやっぱその弾き語りの方に行ったんですよね。弾き語りすれば自分で伴奏しながら歌える、うん、歌えると、それが楽しいから、はいはい、カラオケ行くまでお金もないしっていうので最初始めて、今に至ったんでしょうね。なるほどね。一番最初こう弾き語りでちょっと曲作って自分でやってみたりとか、はい、ありましたね。っていうのはいつ頃、うん、中学生ぐらいかな。でもとてもじゃないけど人様の前に出せるような弾き語りのクオリティじゃなかったですけど、でも最初はそこからですね、うん、私たちの中学生ぐらいの時ってピアノでっていうと鬼塚千尋さんとか、うん、あの辺全盛期の時で、はいはいはい、この裸足で歌っちゃうみたいな、そうですね、裸足みたいな、うん、そうそう、でやっぱあの辺の楽譜を買ってきて、うん、いっぱい練習してみたいな。あ、そうなんですね。じゃあ実際に人前で歌ったのはいつが、うん、高校1年生のやっぱその学園祭があって、うん、島田高校の市民文化会館でギター1本持って、その時はギターでした。あ、はい、あ、やりました。そうなんですか。ギターもかっこいいですよね。いやね、ちょっとよくやらせていただいたなって思いますけど、いやいやいや、オーディションが必要でやっぱり、はいはい、あ、そうなんですか、うん、そうなんですよ。3年の先輩方が一番ね当たり前ですけど出るのに、うん、1年生でそこを出させてもらって、あ、そうか、やっぱそうだよね、高校生1年2年3年生ね、生意気ですよね。この間中学から入ってきたのみたいなさ、そう、生意気なのに受け入れてくださった島田高校の皆さんっていう、いや素晴らしい学校です ね、 じゃあ ね、 ね、本当にそう、スポットライトが眩しすぎて、ね、あの青春が詰まっていたんじゃないかなと思いますけどね、はい、ところでヨスさん、はい、さっきの続きなんですけど、まだ続きが、ごめんなさい、喋りすぎちゃった、ごめんなさ い、 い、 やいや、僕もいっぱいいつも喋っちゃうんで、ね、ところでヨスさん、グレープフルーツジュースは見つかりましたかって、え、すごい読んでくれてる。スーパーやコンビニに、ドール 100% のグレープフルーツジュースが売っています、うん、私もグレープフルーツジュースが好きでこれを買います、うん、嬉しい。そう、あのね、うんうん、なんか急に最近柑橘系のジュースが飲みたくなってきて、はいはい、で、あの、でもこの時期ってほら送迎会とかにこうお呼ばれしたりパーティー行くので、はい、うん、お酒飲む機会が多くて、はい、その後になんかジュース飲みたくなって、うん、で、コンビニによってもなかなかグレープフルーツジュースに最近出会えず、で、だからってこう、うん、自分が自炊とかのためにこうスーパーに行く時は、うん、重いからってジュース買わなかったりして忘れちゃうんですよ、見に行くのを。で、コンビニばっかで見ててないと思ってたんですけど、確かに今グレープフルーツジュース少ないですね。少なくなりましたよ。グレープフルーツ自体あんまり見ないですよね。そうなんです。スーパー行っても、そう、ニュースでもなんかこの間拝見しました。なんか消費量がぐっと減ってるみたいで、そう、まあね、病気によってはその薬はグレープフルーツジュースと飲んじゃいけないっていうやつ、うん、ありますよね。ある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 んですよ。だからそう、でも薬局でね最近見つけて、あ、そうなの、いいぞと思って見つけました。グレープフルーツジュース、よかったよかった、はい、そっか、うん、はい、ヨスさんは以前清水のベイドリームでライブを見ました、はい、その時に歌ってくれた伊豆に行こうがとても印象に残っています。いや嬉しいな、ね、そう、ありがとうございます。そう、私今伊豆でもラジオやってるんで、そうですね、はいはいはい、いつか来てほしいなとは思ってますけども、ぜひです、はい、
頑張ります。ぜひぜひ。伊豆に行こうはやっぱりなんかあのほらあのなんだっけ関南のとこ、うん、伊豆縦貫道が来て、はい、であそこ、うん、そうゲートウェイ関南、うん、道の駅、はい、ゲートウェイ関南、あそこのオープニングでもングところ、はい、私ヨスちゃん来てゲストで歌わせていただいてます、はい、やったんですよ。これはもう伊豆以降なんだからもうぴったりなんだよっていう本当ですね、入り口ですからね、うん、本当にね、うん、そう。じゃあ浜松に行こうも作ってください。浜松に行こう浜松に行こうね、浜松行こう。もうミュージシャンの宝庫ですからね浜松。ちょっとみんなこぞって作ってるかもしれない。ああなるほど ね、 負けちゃうかも。そうか、負けちゃう。いや負けないとは思うんだけど、負けないとは思うんですけど、でも作りたい、うん、ねえ、うん、ではこの間ほら 天竜浜名湖鉄道の歌を、はいはい、作った元小学校 の、 あ、うん、あの女性の先生がいらっしゃって、CD がほらあの二股の、はい、丸川の蔵、はい、あそこに売ってるって、もうすぐ新聞見てすぐ買いに行っちゃった、そうですね、全駅の名前が出てくるね、全駅の、うん、天浜線の、うん、天竜浜名湖鉄道39駅全部、うん、あの歌詞の中に入ってるっていう、あすごいそういう歌でしたけどね、はい、御殿婆さんみたいなね、うん、違うそれそれどうテレビ指導官の昔の歌じゃないですか言っちゃった、うん、いやいいですよ、ここはラジオ局、テレビ、そうだテレビだ、テレビだからいいんですよ、そうだそう、はい、であ短いんですが、綿飴さんからもいただいております。 ありがとうございます、はい、こんにちは。今日は暖かくなりましたね、うん、チューリップのフリンジさんも花開きました、うん、え、フリンジさんって何、え、チューリップのそういう品種があるのかな、そういう品種じゃない、それが勝手に名前つけてるじゃないですかこの人。あ、この人が綿飴さんが勝手に名前つけたんじゃない、ペットみたいに飼ってるじゃない、ね、育ててるチューリップ、うんうんうん、そうなのかね、分かんない、いやもし品種だったら恥ずかしいですよお花屋さんとして、いや多分あ分かんない、はい、ということでまたこの宿題にしておきます、はいはい、あやっぱり名前だこれ、アネモネの彩香さんは二輪が咲いていますやっぱりお名前だ、いや分かんない分かんない、アネモネにも彩香っていう品種があるのかもしれないよ、あそうか、分かんない、俺は分かんない、どうなんでしょうか、じゃあこれも宿題にして、ね、そうですね、また調べておきます ね、はい、うん、はい、いつもだとね、あの割とスタジオ2人なんで、うん、あのそうそう、大体あのゲストのコーナーは、ね、収録してあるからさ、うんうん、そのゲストのコーナーが流れてる間にいろんなことを調べて皆さんにお答えしてるんですけど、あとかも知ってるかのように調べますんで、大事ですよ、今日は生なんでなんか難しい、はい、ということです、はい、1曲、はい、ここでいきたいと思います、ありがとうございます、次の曲は、うん、まあ、ヨスちゃんの、はい、まつげ、これねよくわかんないでしょ、タイトルわかんないです、まつげカタカナで、はい、あガールは、はい、アルファベット英語ですよね、これそう、先ほどもちょっとケイスケさんお話しいただいた通り、うん、その女性の女心的な部分っていうので、はい、女性ってあのやっぱマスカラを結構つける人が多いんですけど、でその、うん、その前にビューラーでこうまつげをくってあげるんですね、はい、でそれ私も今日してますけど、うん、その今日のお仕事とか、うん、今日も頑張るぞっていう、うん、あの期待値みたいのってこのまつげに込める人って結構、あそうなの、なるほど、グッとね上がると、やる気が上がったりとか ね、 でそういうところにちょっと着目して、うん、でその私も新幹線今ものすごく行く機会が東京、うん、静岡多くなって、うん、でいろんな人やっぱ人間観察するんですよ新幹線の中で、うんうんうん、で多分この子新入社員だろうなと思われる 女性を新幹線で発見して、うん、はい、でその彼女がもう目にいっぱい涙を溜めてて、はあ、でそこの何があったの、そうです、で、うん、そのまつげがすごくプルプルこう震えてたんですよね、でそれを見て負けるなって思って書いた曲です。ああそうだな。すごい。いまさに今ぴったりですね。今のこの時期ね。そうです。不安に押しつぶされそうになっちゃうから。はい。じゃあ聞いていただきましょう。はい。よし。まつげアガール。はい、2曲目もよすちゃんで、はい、まつげアガール、ありがとうございます、嬉しい、たくさんかけてもらって、元気が出るわ、もう頑張んなくちゃ、うん、結構だから応援するような曲もいろいろ、なんかこの今プロフィールもいただいてるんですけど、はい、よす静岡球児盛り上げるというスポーツ紙にすごい手が出た、すごいすごいすごい、はい、そう、うん、そうなんですよ、去年の夏にドーンとものすごい大きく記事を出していただいて、ね、日刊スポーツで、そうです、すごいですね、はい、朝日テレビさんの方でそれこそあの高校野球の静岡県大会の、うん、まあ、テーマソングとしてね、うん、曲を披露していただいて、うん、毎日流してもらってました、うん、はい、それは、こういうのを作ってくださいっていう依頼があった場合とかもあるわけですよね、うんうん、そうです、でもこう、うん、このケースに関しては自分から行きました、うん、あそうなの、はい、おすごいですね、自分からこんなんできたんですけどっていうの、はい、あの もともとそのイチロー選手の、はい、ね、この間私も全部会見見ましたけどね、ああの3000本安
だの達成した時にドキュメンタリーが多分2年くらい前に各局でいろいろやられてたんですね。でそれを見て、うわこの天才でもここまで悔しい思いをしてきてるのかって思いのインスピレーションから曲を書いたんですね。でそれがそのホームという曲、ホームベースをテーマにしたホームという曲 で野球をテーマにして書いてることもあったの でさっきも話した通り、あの学生支援っていうこともやってるので、じゃあなんかこう若い世代を応援できる、まあ、野球をモチーフにした曲が書きたいって思ったところから書いて、じゃあできたらそういう風に一緒に世の中に出て応援できたら嬉しいなって思ったので、なるほど、はい、企画書書いて、すごいな、ね、でもほら静岡朝日テレビでバーってかかって大会期間中の、はい、そうですね、そうなんです、ありがたかったです。ね、ヤフーニュースでも取り上げてもらったり、ね、すごいですよ。まあ、僕は高校野球喋りましたけど去年も、はい、あでもあのこのテーマは使えないんですけど、そうですね、もう別の某ですから、某ハマスケーブルテレビウィンディーで去年一昨年とね、うん、3回戦までハマス球場で、うん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 、そう暑いですからね。で、まあ、今もさちょうど春の選抜やってるけど、はい、やってますね、なんかね見ててね、うん、あのこういう評判があったんだけど、でも、うんうんうん、こんな天才になっちゃったのとかいろいろあるんだよ。で、あこの間すごい、うん、なんだっけどこだっけありましたね、山梨学院が25点ぐらい取ったんだよ、うんうんうん、そう、25対5だか4だかの、あれもう今コールドってないの、あ高校野球甲子園はないですよね、うん、甲子園はないのか、コールドゲームはないですよ、地区予選はコールドゲームはありますけれども、そうだからもう打たれても打たれてもやられてもやられてもとにかく試合は続けなきゃいけないから、そうですね、まあでも将来にはね、そういうこともすごいなんか、なんていうの、肥やしになるというかさ、そうですね、思うんですよね、青春だよ、うん、そうあんまり調子よく行っちゃうだけでも、うん、行ければ行っていいんだけどさ、行ったに越したことはないけど ね、そう、うん、でもやっぱり苦労することもすごくね、そうですよね、決して悪いことじゃないんでね、うんうん、まあ僕はしたくないな苦労はな、いやもうもういいでもこれから苦労する大変だよ、そうですね、これから40代の半ばを超えてですね、うん、これから苦労したらちょっと大変、ね、だね、僕は歩かないようにしてるんですよ、なるべく歩かないようにしてる、疲れるからなんだそれ、どうして何それ、疲れるから、疲れるからそこもそうか、苦労とかなんとかじゃない、苦労、苦労しないようにしてるんですよ、苦労しないように歩かないように、もう苦労したくない、はい、さっきあの絵本をくださいました、はい、方です、あラジオネーム違うわこっちは、そうなんですよ、ちょっとねこれ紛らわしいですけどね、紛らわしい、うん、本名は一緒ですけどラジオネームが違います、はい、あそうなんですね、うんうん、なんか全部そうだんだん分かっちゃうよね、ラジオネーム美穂純さんからいただきました、はい、もうヨッさんの前の静岡出身有名人です、はい、美穂純さんはね、美穂純さんは、この人じゃないよ、この人じゃないけど、違う、うんうん、これは圭介さん大作さんお待たせしました、有玉の美穂純ですという、はい、浜松市有玉に新住んでいるですね、はい、方です、はい、トラックドライバー50代のおじさんです、うん、ラジオを聞いてるといろんな出会いがあるもんで、楽しいパーソナリティやリスナーさん、うん、珍しい食べ物や場所とかいろいろありますが、うん、先日大阪のラジオを聞いていたら、うん、素晴らしい名曲に出会ってしまいました、その名曲の名は梅宮達夫さんが歌ったシンボルロックですって言うんだよ、俺も知らないから、シンボルロック、うん、シンボルロック、シンボルというのは圭介さんも大作さんも持っているあれのことです、ちょっとちょっとどうしてこう何言ってんの、こんな健康的な日中に、ね、この爽やかな放送なのにさ、うん、サビの部分をちょこっと紹介しますね、うん、いや本当にしよう、シンボル、シンボル、男のシンボルちゃんとさ、ロックってちゃんと読んどいてくださいよ、うん、こいつを使ってこいつで泣かせて、その上こいつが金を生む、どういう歌これすごい人生だな、うん、あの内田裕也さんもびっくりなロックの歌詞でしょっていうんだけどさ、まあねね、こんな歌詞の曲が朝の5時台にかかったんですそれはすごいな、さすが大阪、そのね、本当判断がすごい思わずおーすげえ、これがラジオだと叫んでしまいました、ヘイウエスタンでもかけてみてください、
あ、ヨシさんがいないときにしましょう。もうバッチリ聞いちゃった。バッチリ聞いちゃった。本当に。そうか。ね、こんな日中に僕にこんなものを読ませるこの人もね。ねすごい、でも観点がすごいですね。その作詞作曲する方からするとすごいとこに着眼するなって思っちゃいますね。ね純粋に。どなたが作ってんだろう。本当ね。でも勉強しよう。そんなことしか考えてないじゃん。もう歌にしちゃうところがまあすごいでしょうね。はい、ということで、ですね、ヨシさんこれから東京で、はい、今年とかなんか、うん、これから予定してるの静岡でも東京でも、うん、こうちょっと教えてもらえるとありがたいなと思います。そうですね、ちょっとね、うん、まだオフレコのものもちょっとあるはあるんですが、うん、ただ今もうかなり動いてるのがですね、うん、静岡はもう9月の、14日の土曜日に、はい、あの毎年9月って私大きなコンサートをやってるんですが、うんうん、あの清水の文化会館、うん、マリナートさんのショーホールで、うんうん、あのワンマンライブがすでに決定をしてます。はいはい、あ、そうですか。はい、これ一番多分、うん、告知としては一番大きなライブになるので、はい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 、はい、頭の皆さん片隅に入れておいていただけるととても嬉しい、はい、あれメジャーデビューした時も、うん、場所です。そうです、あれですよね、はい、よく覚えてくださってありがとうございます。覚えてますよちゃんと。すごいですね。そうなんです、うん、そうだからまだマリナートだって新しいし、うん、そうです、そう、うん、はい、清水のね港のところって清水駅からそのままある、はい、ずっと今渡り廊下みたいなの全部つながっちゃったから、そうです、歩いてすぐ行けます、そのまま行けます。あ、駅直結なんですか。直結です、直結駅から。そうなんですよ、めちゃくちゃ綺麗なホールです。うそう、ちょっと行けば貸しの位置があって魚が食えるぜっていう。そうです、だからみんなねそこを楽しみながらぜひ来てもらえれば。そうだよね。そう、あ、うん、あと5月はね、はい、あのねサンバカーニバル静岡市内の ありますね、はい、サンバカーニバル、あそこゲストで私出演して歌うので、うん、はい、サンバはやらないんですか。ティッティッティッできない、できない、できません。もうそんな、いやなんか似合いそうですよ。でもできない、できない、いいじゃないですか。別に盛り上げてるヨシちゃん見たことないから。それ露出しない、すいません、露出する必要がないんで。いや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 、そういうこといやいや、そういうことでもちょっと見ちゃうでしょ、してたら露出してたらね、ちょっと見ちゃうよね。それは見ますよね。なんだ私そうサンバカーニバルね、じゃあ青葉イベント広場、はい、青葉公園のとこですよね、うん、だいぶこういい時期になってくるので、みんなお酒ちょっと片手にね、あ、いいですね、飲んでいただけて、ね、楽しんでいただければ、うんうん、ちょっとおでんも欲しいね、うん、あ、欲しい、いいですね、いい感じだと思いますよ、はい、いいね、あの辺、あ、うん、え、それが5月の何日になるの。5月確か3、4だった気がします。はい、この辺の人は浜松祭り行っちゃう。そうだった。だ、ね、いやそうなんですよ、日がかぶってる、そうだ、まあ、3、4、5が浜松祭りだけど、あ、そっかそっか、じゃあサンバカーニバルは静岡で3、4と、そうですね、いうことなんだね。そうなんです、はいはい、ぜひ、でも全員がね、うん、浜松の人全員がこの浜松祭りに来るわけでもないので、多くの方が参加して盛り上がりますけど、うんうん、そうではない方もいらっしゃる、うん、いるかもしれないですもんね、うん、ぜひヨシちゃんのサンバを見て、うん、あ、ちょっと誤解をやるわけじゃないかな、ちょっと誤解を生むような発言をしてしまいました、すいませんでした、ね、うんうん、ということでね、はい、まあ、5月もあって、はい、うん、さらに決まってるのある、いっぱいあるんですけど、ちょっとね、まだもうちょっとね、言えない、お秘密なやつがいっぱいある、お秘密なやつ、そう、うん、まだこれからちょっと大きなねやつが、うん、都内とかでもあるんです。あ、都内でも大きいの、 あります、あります、ちょっと早く公表したくてしょうがないんですが、今ちょっと必死にね、寝ても覚めてもそれに付随する曲を書いてて、ちょっともうちょっと待っていただく。公表は SNS とかでも上げるの、うん、します、します、上げるの、はい、あ、じゃあそれを見たらまた、はい、はい、この番組でも、うん、そうですね、都内ゲストに来てくれたよしちゃんがねって言って、お願いします、うん、宣伝しますので、曲もできたらまたねかけてもらえたらとてもありがたいので、はい、うん、頑張って作ります、ね、うん、この番組にゲストに出てくれた方はいろいろ新聞に出たりとかね、はい、うん、そうですね、あるあるんですよね、はいはいはい、うん、そう、別になんていうんですかね、そのアーティストじゃなくても、うんうんうん、ミュージシャンなくてもね、うんうん、そう、鶏ソースさんもですね、この間山椒のソースのあれが新聞に出たりとかですね、うん、そうですね、それから玉華堂さんの社長もこの間、はい、うなぎを使ったせんべいを新しく出しましたっていうような言葉、結構今度来る方も5月だから5月終わり頃のゲストになるんだけども、天浜線の社長も先週あたりもう3回ぐらい新聞で見ました、結構出てましたね、出てましたんで、そうなんですよ、でもネタが割と違ってたりして面白い、面白いですね、うん、と、もうぜひまたヨシちゃんにも来ていただいて、ありがとうございます、ね、そうですね、ぜひぜひ、もう盛り上がっていくといいなと思いますよ、そのでかいイベントが、はい、
なんだかわからないけど、わかんないけど、まだ秘密だけど、秘密です。秘密なの。そうか。それはちょっと残念ですけど、ね。じゃあちょっと、最後にここも読んでおこうかな。それでね、悩み置き伊藤圭介ラブさんからいただいております、はいはい。圭介さん大作さんよしさんこんにちは。こんにちは。次の公開生放送までにスマホデビュー、やっとスマホデビューしました。あーしたんだ。そうだそうだ。おめでとうございます。見せてください。今そこにいるから、うん、見せて。あ、それスマホだ。結構なかなかちゃんとおしゃれだ、うん、おしゃれな、うん、いいね。もう使いこなしてるんですか。あ、全然。あ、ダメだ。まあ、なかなかね。これもう隣の方もいよいよスマホにしないとダメですよ。隣の人ガラケーなんですよ。隣の人はもう永遠にガラケーの人だと思います。使いやすいですからね。あ、まあね、そうだね、うん、はい。ということで、相変わらず電話もメールも少ないのですが、旦那に LINE しても既読スルー、いいんでしょうか。教えてカフ。ちょっとさ、旦那さんに問題があるんじゃないですか。それはその既読スルーっていうのはね、既読スルーは良くないですよ。良くない。でもね、たまにしちゃうよ ね、まあ、後で返そうとかね。たまにするけど、すっげえ怒る人いるから。それやったら、なんで既読スルーなのって。めんどくさい ね、今そういうのありますよね、うん、だから既読スルーはしないでね、旦那さんっていうことで、うんね、はい、はい、いいのでしょうか。教えてまあまあしょうがない、しょうがない、しょうがない。今度旦那さんと一緒に飲み行こうってこの間も言ったけど。そうなの。間違いない。そんなわけで、じゃあそれでそうしましょうか。はい、おでんでも食べますか ね。いいですね。おでんのことしか言ってないわ。じゃあカツオ、そろそろカツオですかね。いいですね、食べたいな。あ、そうだ、うん、カツオは食べたいね。カツオ ね、まあ、あの浜松だともちカツオ、ね、まあ、みんな大好きなんですけど、うん、はい、静岡は静岡でまたいいお店があったり、うん、でよしちゃんは焼津だからさ、うん、はい、カツオは、ね、そうですよね、はい、いっぱい食べてまいりましたよ。町の中はカツオ節の匂いがするようなぐらいの感じ。そうそう、本当にそうなんですよ。もうカツオなんかやっぱへそとか食べてました。へそね、カツオのへそも食べるし、うん、街歩いてるとみんなカツオの格好して歩いてますから、本当ですか。カツオ島シャツ着てますね。カツオ島はそう着てる。カツオ島シャツを、あ、シャツね、うん、はい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 、はい、いるいる。あれ結構ね、売れたね。売れましたね、うん、いろんなあのシャツが結構、うん、各町であったりとかするんですけど、うん、最初やっぱりね、うん、あの焼津のあれですね、カツオ島シャツだよ本当に。そうなんだ。そうそう。でもね、今度ね、いつかゲストに呼びたいなと思ってる人、うん、浜松シャツを持ってきてもらいましょう。あ、そうですね。関係者なんで、関係者なんで浜松シャツね。うん、ね、そう、いろんなシャツがあって面白いなと思いますけれども、そんな、うん、もう先駆け的なね、うん、焼津出身と。どういうことだ。よく分かんなかったよ。まあ分かんないね。はい。じゃあね、はい、あのもう一曲よしさんの曲を聞きたいと思います。はい、これ。ふざけたタイトルなんですけどね。なんてねっていうね。なんてねっていう曲がありましたね。はい、あ、そうですそうです。ありがとうございます。そう、まさにそうなんですよね。じゃあ、うん、聞いていただきましょう。はい、よしちゃんでなんてね。はい、今日の3曲目でした。はい、よしちゃんでなんてね。なんてね。はい、このなんてなんかすっごい可愛い声出してますよ。可愛い声でこれは歌いました。ね、頑張って可愛い子ぶって。うん、あ、僕が知ってるなんてねはあの薬師丸ひろ子さんの、はい、なんてねっていうのがあるんだけど、はいはい、新種同盟かなんかかな、はいはいはい、うん、あ、なんかありましたっけ。もう、うん、もう今から30年なんですけど、そう、うんうん、あ、薬師丸ひろ子さん全然可愛いもん。いやいやいや怒られる怒られる。いや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 、うん、すごい、ね、ね、ちょっと春っぽい感じでね。そうですね、そうそう、春な感じです。本当に、うん、今日なんかの天気にもあってる、うん、ぴったりな感じでしたね。はい、ということでお送りしてまいりましたけども、はい、よっしゃ、早いね、はい、もう時間てかもうびっくりです、こんな時間ですか、ね、って感じでした。そう、もうあと3分しかないんですから早いね、はい、うん、それじゃあ花粉者ソイルフラワーズから、はい、お花のお話は、お花の話は特にない、まあ母の日近いんでね、はい、皆さん母の日お花買ってねそうね、お母さん喜ぶもの ね、 ね、お花、うん、はい、はい、ということで今日はですね、住田屋のおしんちゃんからですね、はい、よしさんにお花のプレゼントがありましたけれども、はい、どこの誰にいつプレゼントしてくださいみたいなことを受け付けてますので、そうですね、はい、毎週お一人の方に、プレゼントをさせていただきますから、ぜひメールで申し込んでいただきたいと思います。 hey@fmharo.co.jp hey@fmharo.co.jp でお待ちしております。それからいろんな相談事は花風知恵袋ということでいただければと思います。はい、お待ちしてます。来週の酒場放浪
障壁のゲストはうなぎ芋協同組合理事長伊藤拓真さん。はい、はい、もういろんなうなぎ芋のカフェとか今度また、うん、そうですね、行きましょう行きましょう、すごいいろんな商品があるんで、うなぎ芋楽しみ。今ツイッターでも、うん、うなもくんはフォロワー1万人ということなんで、すごいなと、そんなにすごい人気なんですね、うん、それはすごい、はい、ということで、その理事長の伊藤拓真さんに2週にわたって来週再来週とお話を伺います。はい、そしてですね、もう一つ、今日も金曜日なんですけども、金曜日のこの時間放送私は知ってますけれども、はい、金曜日の朝7時から9時までの2時間、はい、来週4月5日の金曜日からやることになりまして、週1回、いよいよ、そう、おめでとうございます、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。しかもこのアッポンスタジオからやりますんで、うん、はいはい、見に来てください。早いな、朝7時早いな、爽やかに、はい、行ったり来たりする方が、うん、あの、ね、いろいろね、そう、煙突新浜松駅前ですのでね、はい、いらっしゃると思いますけど、よろしくお願いいたします。はい、よしちゃんに負けないように僕も頑張りますので、ケンさんに追いつけるように頑張ります。何を言ってんですか、何言ってんですか。今日は東京に帰るんですか。今日はね、まだ戻らないんですけど、うんうん、週末に戻ります。またあ、そうですか、はい、また頑張ってね、頑張ります。もういっぱいいろんなものをまた東京でも吸収して、はい、でもなんか新幹線の行き来でもね、うん、すぐ市が思い浮かぶぐらいですから、ね、そうですよ、楽しいですよ ね、うん、楽しいよね、やっぱり、うん、刺激が多いと、はい、うん、まあ、本当に今週はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで、今日はシンガーソングライターのよしちゃんをお迎えしましてですね、お送りしてまいりました。はい、この番組は浜松豊橋のお花屋さん、花風車ソイルフラワーズの提供でお送りします。アッポンスタジオから生放送でお送りしました。はい、集まってくださった皆さん、あ、どんどんなんか増えましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、また来週です。はい、さよなら。さよなら。